久保さん、今回は、左手は添えるだけにしましょう。左手は添えるだけ <laughs>。まあ、スラムダンクのね、桜木花道っていうキャラクターが、僕は天才ですからと <laughs>。僕は天才ですからと。豪語しておきながら、ね、誰も見てないところで、めちゃくちゃフリースロー練習しまくってるんですよ。ね。誰もいないところで、 バスケットボール磨いてましたよ <laughs>。で、最終的に最後、左手は添えるだけでシュート決めるわけなんですけど、どうでしょうか、久保さん。今僕たちっていうのは、ボタンを押すだけですね <laughs>。久保さん、ボタンを押すだけですね。楽チンに稼ぎたいんだったら、楽勝にシュート決めたいんだったら、まあ圧倒的にやれば楽勝になるよと。ボタンを押すだけだよと。久保さんと僕はもはやボタンを押すだけです。 それだけでお金が稼げるという,いう状況になってますボタンを押すだけね。ボタンを押,し押すだけというか、ボタンを押して喋るだけなんですけど、台本もなければ、数字書きもなければ、何もないです、そこには。ただ、内から出るものをただ喋るっていうね。もちろん、再生回数を上げるために、えー、試作はする場合はありますけど、ほぼ、ほぼ8割ぐらいは僕も好きなことやってんじゃないかなと思います。好きなこと言ってね。 うん、まあでもそこに至るまでは様々なことがあったと。でもその様々なことは誰もわかんないです。久保さんはほんの一部は知ってるけれども、氷山の一角で僕の昔の苦労の何をやってきたのかっていうのは僕しかわかんないし、誰にも見えないです。だからあなたが今見えてるところは左手を添えてるとこだけです。桜木花道がね、 誰も見ない、誰も見てないところでね、めちゃ練習してるところはあなたは見てないんですよ。うん、だから、あの、楽勝に稼ぎたいんだったら誰もがみ、誰も見てないところで、どれだけやったか。それだけじゃないですか。いってらっしゃい。